はい、半間家の本家の半間岩先生です。ですね、日本酒はですね、これやっぱ日本は世界一ですね。日本の日本酒っていうのはとっても美味しい。とっても美味しいです。世界一ですね。日本の日本酒というのはもうお酒の中の王様ですよ。これはね、もう徹底して苦労して作り方が違うね。美味しいね。で、不純物もその変なのはないし、とってもね、純粋なね、お酒ですね。日本酒っていうのはもう最高ですね。一番じゃないですか、日本酒っていうのはね。私、半間家の本家ですけれども、日本の日本酒っていうのは最高に素晴らしい味ですね。本当に美味しい。日本のワインとかね、ブランデーとか、少し飲む程度はいいけども、やっぱり美味しいです、日本酒は。壁臭いのは何でもあるかもしれないけれどね、日本酒も、ブランディもね、最高ですね。透明で綺麗でね、日本酒ってのはね、つくづくちょっと感じました。だって焼きそば作ってて、これから食事なんで日本酒入れてね、焼きそばちょっと混ぜて、ちょっと2食分ちょっともやしを用意してね、で今ちょっと用意したんで、これから食事ですね。しかし日本酒は美味しいですね。ちょっと日本酒飲もうかなということでね。どうもありがとうございます。